どうもお疲れ様です。舞姫大学特別講義でございます。今回はですね、幸せになるお金の使い方なんていうねテーマで舞姫さんから動画の方を送られてきました。ナミさん、いつもありがとうございます。で、大筋ではなんか物にお金を使うよりもことですよね。楽しかったこと、嬉しかったことにお金を使うという、つまり物より体験、物より経験、こういったことなんではないかなと思います。昔のねキャッチコピーで物より思い出っていうね、そんなキャッチコピーがあって、クレジットカードかなんかのね CM だったと思いますけども、これは何かっていうと、お金を惜しんで今はやめとこうかなっていうことよりも、いやいや、お金を使ってね体験をすることってのは、その思い出がずっと宝になるんだよ、だからクレジットカードで買い物しちゃいましょうっていうねところに来るわけなんですけども、まあこれはまあ、ポジショントークといいますかね、クレジットカードの契約をしてほしいという、そういった審判会社の要求でもあるんですけども、でも、言えてみようというかね、確かにその通りだなと思うのは、やっぱ今しかできないことって結構多いと思うんですよね。10代の頃に感じる感性とかね、矛盾とか不安っていうのは、今こうやって50代になってみると、まあ幼い時の迷いだったなっていうふうになっちゃうんですけども、でも、その10代なりのね、間違った感覚っていうのがものすごくいい思い出になって、まあ、今をね支えてくれたりとか、振り返ってみるとまだ若かったなというふうにね、苦虫を噛むようなこともあったりとかするわけなんですけども、まあ、私がね、やっぱり有意義なというか幸せになるための考え方ですか、まあ、これにたどり着いたのはやっぱり一つね、人のことを認めることができたっていうところかなと思いますよね。で、今日の私のテーマなんですけども、幸せになりたければ自慢話に耳を傾けようってことなんですよね。自慢話って、人の自慢話ってあまり聞きたくないっていう風な考え方をしている人も多いと思います。例えば会社の飲み会で上司のね若い頃の自慢話を聞かされたとか言ってね、ちょっとヘキヘキしてる方もいると思いますけども、いや、私は思うんですよ。声を大にしてね自分の功績を語るような人生って、これは素晴らしいんじゃないかなと思いますよね。俺は昔こんなことをやったんだとかね、去年はこういうふうに仕事で結果を出したんだ、そしてあの頃はこうやってみんなと一緒にね協力していったんだ、もう自分の功績でもって多くの人をまとめたとかね、多くの人を納得させたみたいなね、まあ、私はねその自慢話って嫌うものではなくって、もっともっと聞いてみたいなと思うんですよね。その人が一番伝えたい自分の、アイデンティティね、自分の価値ある行動っていうのはこれなんだよっていうふうにね、まあ、教えてくれてるわけですから、なるほどと、この人はそういうところに自分の価値観を持ってるんだなっていうふうに理解すること、そして誰かがね大きな功績を立てたことってやっぱり自分の人生にも参考になると思うんですよ。で、裏を返すとね、自慢できるような人生一つない、自分の過去語り一つできない人生って何だったんだろうかなとかね、だからどんなことでもいいと思うんですよ。いつまでも過去の栄光にぶら下がってもこれはいいと思うんですよ。栄光ってのは未来ではなくて過去にしかありませんからね、まあ、未来ってのはまだやってきてませんから、それは妄想というわけなんですよ。だから将来ビッグになるぜっていう話よりも、今までにこんな小さな成功を収めました、こんな大きな功績を作りました、こういったことをね褒め合えるような寛容な人間関係が幸せになる秘訣なのかなというふうに思ってますね。それがだから人を認めることができるようになったかなと私自身感じることなんですよ。まあ、ですんでね、人の自慢話、おい自慢かよじゃなくて、いやーやっぱり自慢できるぐらいの体験が遅れたっていい人生だよねっていうふうに私は受け止めたいかなと思いますね。はい、それでは今回は以上です。お疲れ様です。今日からメインチャンネル復活です。